横浜市 A バス、若葉台営業所。横浜市 A バス、若葉台営業所は、神奈川県横浜市旭区若葉台2丁目に所在する、横浜市交通局自動車部の路線バス営業所である。横浜若葉台団地内に、旭区若葉台、緑区切りが、丘の草堺をまたぐ形で2つの車庫を有しており、事務棟が設置されている車庫は、旭区若葉台となっている。 最寄りバス停留所は若葉台車小前である。横浜市営バスの路線のうち若葉台団地と鉄道線を結ぶ各路線と青葉区、鈴木区内の一部の路線運行を担当している。東営業所の代表系統であり複雑な運行形態を持つ。運行系統は大まかに分けるとの4つであり、どの運行便も東海市場駅前を経由または発着する。 現在の主幹路線である青葉台若葉台線は、若葉台、霧が、丘の大規模団地と東海、四条駅、東急田園都市線青葉台駅との間を結ぶ団地輸送路線である。沿線に学校施設が多数所在し通学輸送も担っているため、利用数、運行便数ともに非常に多い。M 運行便は、東急バス青23系統との共同運行、東海千葉駅折り返し便は、 カンナ中バスとの共同運であり、三社局、共通定期券の設定がある。カンナ中バスのみは、若葉台中央から、さらに相鉄線三坂井駅、鶴ヶ峰駅まで足を伸ばす坂井21、峰礼2系統も運行している。共同運行の三社局中では、市営バスの運行便数が最も多いが、深夜バス運行は、東急バスが担当しており、市営バスは別経路で、 青葉台駅はカ葉台中央間を運行する、後日の65系統の深夜バスを通している。中山長津田線はアップダウンがあり、比較的駅間の長い横浜線沿いの経路を運行する路線であり、奈良地区まで足を伸ばす便を含め運行頻度は1時間あたり3便程度である。統計等の解説当初から運行されているのは A の中山奈良線であるが、 沿線地区の開発や鉄道路線、駅の開設等によって旅客動向は変わり、現在は日中に数便のみが運行される程度に止め待っている。10日、市場駅前に立ち寄った後 M、N 運行便と同経路で若葉台中央へ向かう便も数便あるが、これは霧ヶ丘地区から緑区役所へのアクセス対策として運行されているものと考えらる。なお、 中山駅方面から10日、市場、10日、市場駅にて65系統の若葉台中央方面に乗り継ぐ際に2回目の運賃が無料となる乗り継ぎ運賃制度が利用可能である。詳細は横浜市 A バス乗り継ぎ運賃制度の節を参照のこと。10日、市場奈良線は、十日市場駅、棚駅と横浜市最北西部である奈良地区を結ぶ路線である。 これもかつては1時間あたり3便程度の運行頻度であったが、青葉台駅から奈良地区へ向かう路線の増便や、東急子供の国線の通勤線化がなされる都度、減便されており、現在で、奈良駅なら北団地間の運行便数は、A 運行便と合わせて終日1時間あたり便程度である。前述の A 運行便とともに、現在では横浜市営バスの中で最も、 東京都町田市に近い地域を走る路線であり、末端部の新前京子供の国入り口なら、北団地間では、小田急バス、鶴川駅発着路線は並行する。青葉台美保線は1990年代に開発された美保地区内へ乗り入れる路線である。新設当初から運行便数は多くはなく、2007年には、青葉台美保中,中央中山駅間の直通運行が廃止。 短縮され、美保中央を折り返し便のみとされた。美保地区と中山駅間の運行は現在カンナ中バス中54、系統が担っている。東海日、市場駅が開業する以前は、東海市場団地内に乗り入れる運行をしており、中山駅東海日市場団地中央の区間便も存在していたが、東海市場駅開業と前後して、これらは廃止。 霧ヶ丘方面へ運行する便が新設された。この当初の23系統は中山や霧ヶ丘、高校間を65系統と同経路で運行していたが、霧ヶ丘地区の造成が進むと23系統前、便が郵便局前経由で運行されるようになり、23系統は霧ヶ丘東部、車庫前経由で若葉台中央へ向かう路線、65系統は霧ヶ丘西部、 若葉台南東部を回り若葉台中央へ向こう時という現在まで続く経路分担がなされた。また一時期は青葉台駅カツ台、新前京中温田橋、マイナス電ナ駅なり前から東海市場駅を運行する一日数便の通学対策路線や若葉台を出ると青葉台方面に向かわずに長津台駅へ運行する123系統が存在した。 東急電園都市線、JR 横浜線長津田駅と霧が丘、若葉台団地の間を近年開発された長津田南台地区経由で運行する系統である。霧が谷若葉台中央間は後日の65、系統地区公園経由便と同経路を運行する。長津田南台地区では、神奈中バスが鶴江山系統として路線を先行開設していたため、 後に新設された東欧系統は、カンナ中バスとの共同運行、また公園前停留所を境界とする、区間運賃制の特殊系統となっている。長津田駅前ロータリーが強小なことから、平日朝夕の運行便は、駅前ロータリーに乗り入れず、駅から150メートルほど離れた長津田駅、入口停留所発着とされている。長津田駅入口停留所は、 カンナ中バス新レイチ系統の三木通り停留所と同一にあり、到着したバスはその先の三佐寺まで改装され、折り返しを行う。駅ロータリーへ乗り入れる若葉台中央、長津田駅方面便は、長津田駅入り口には停車しない。日中は、横浜市 A バスとカンナ中バスが、それぞれ1時間間隔、両社局合わせて30分間隔で運行している。 2004年の交通局運営方針では、バス事業の規模適正化のためとして一部路線を民営事業者へ移乗する方針が打ち出され、カンナ中バスとの共同運行である、東系統も23系統なら来た、団地発着便などともに、民営事業者との協議対象路線とされたが、その後の路線再編では、対象外とされ2012年現在も引き続き2社局で共同運行されている。 55系統は、青葉台駅東下市場駅前、若葉台中央間を、若葉台地区の西側を回って運行する路線である。東系統の単独区間である霧形に、長津田南間では開発途上の緑が多く残る、地区を海やる。路線名称は、若葉台再線であるが、旅客案内にはほとんど使用されない。東下市場駅前折り返し便は、朝夕のみの運行される。 開設当初は、青葉台駅朝日中央病院に、ビンテージ全発の運行であったが、住民の要望により上時間帯運行便を除き、若葉台中央発着へ変更され、朝日中央病院停留所は廃止された。なお、朝ラッシュ時間帯の青葉台駅方面便は、現在もビンテージ全発とされいる。345系統は、星佐中学校。 高等学校の移転に伴う登下校対策のために開設された55系統の急行運行系統である。平日朝夕の通学時間帯に運行される。東急電園都市線青葉台駅、JR 横浜線東海市場駅と若葉台、霧が他の大規模団地の間を23系統よりも団地の外側を巡回する経路で結ぶ団地輸送路線である。 保育園前経由と地区公園経由があり、それぞれ団地の東側、南側から若葉台中央のターミナルへと入る。若葉台車庫発着便は現在、青葉台駅方面行きのみ一日数便、運行されている。350系統は65系統のシニアバスである。内青葉台駅発の平日最初の便は、若葉台中央から、先、55系統の経路で、 星佐中学高校前まで運行する。また321系統は、平日の朝に数便運転される65系統の急行路線であり、地区公園若葉台近隣公園前館と、中丸入口から江ノ木橋間の途中停留所は通過する。なお、若葉台方面から10日、市場10日、 市場駅前にて23系統の中山駅方面に乗り継ぐ際に2回目の運賃が無料となる乗り継ぎ運賃制度が利用可能である。詳細は横浜市営バス乗り継ぎ運賃制度の節を参照のこと。谷津田原循環と称される中山駅と丘の上にある谷津田原住宅を結ぶ短距離の循環路線である。一時期は中型車が充当されていたが、 近年は大型車が使用されている。2009年6月1日から2012年7月20日にかけて雨の非臨時便が運行されており、旅客案内上は74系統であり、同一区間の運行でありながら、書類上では330系統という別番号が付与されていた。詳細については、横浜市営バスの非臨時便の項を参照されたい。 JR 横浜線中山駅と東急電園都市線青原駅間を結ぶ路線である。東急バス青90と神奈川中央交通東90との共同運行であり、三車局共通定期券の設定がある。現在は横浜市営バスと東急バスでほぼ半々の運行本数を担当しており、神奈中担当の町71系統。 中山駅北口青葉台駅、町田バスセンターターミナルは午前中にごくわずかな本数が免許持ち的に運行されていたが、元来は、神奈中が原町田中山のバスを運行していた区間に、東急田園都市線長津田延新、青葉台駅新設を機に、横浜市営バス、東急バスが路線新設する形で、共同業を開始し、その後神奈中担当便の大多数が、 町田青葉台のみの運行、町73となったものだが、2016年3月18日付で、町71は廃止され、町71が走っていた、時間のカン中便は90系統を名乗りて、中山駅北口青葉台駅間で運行されている。交通局の地域貢献策として2009年、平成21年12月に施行が開始された、コミュニティバス的性格を持つ、 特殊路線である。10日、市場駅を出発すると10日、市場ヒルタウンや上山地区といった区内の既存路線より離れた交通空白地帯を保管する循環経路を取る。曜日にかかわらず、日中2便のみの運行とされており、統計等専用として転属された小型車が充当されていた。2013年、平成25年3月30日にダイヤ改正が行われ、 中山駅前を境に2路線へ分割、中山側は緑へと移管された。これにより、使用車両が大型車へ変更、それまで使用していた小型車は緑へと転属となった。2019年、平成31年3月16日のダイヤ改正で10日、市場駅前、ヒルタウン中央10日市場駅前に張り町、中山駅前を10日、市場駅前、集会所前、 ヒルタウン中央10日、四条駅前に変更。中山側は205系統として集会所前引く、ヒルタウン中央新張町中山駅前の運行となった。また、205系統を名乗る路線は過去にも存在しており、東戸塚駅平和大御田坂、小戸谷駅東口線。この系統番号は2代目である。ちなみに、かつて共同運行をしていた。 カンナ中205系統は現存しており、新旧両方の205系統の系統番号が共存している状態である。在籍車両はすべて大型車に統一されている。三菱不創生中型車、日野自動車製中型車と272系統、専用の日野自動車製小型車も在籍していたことがあったが、三菱不創生中型車は2012年に除籍。 日野自動車製中型車、小型車も2013年にい営業所に転出している。大型車の大半は一般路線用のノンステップバスであるが、2014年9月に導入された長尺の一般路線用ワンステップバスと、2019年6月に貸切専用車を解除され、一般路線車として運用している、日産ディーゼル、ゲン、ドトラックス製のワンステップバスも在籍している。 2019年6月より依存の車両をクルーズラッピングに施した貸切専用車が在籍している。横浜市 A バスでは2004年の入札制度導入まで各営業所ごとに導入車両のメーカーが指定されており若葉台営業所は三菱不走を指定していた。現在も三菱不走製車両が在籍しているが入札制度の影響によりイスズ自動車制や 日の自動車製車両が占める割合が高くなっている。また、車両清掃業務を横浜若葉学園高等部に在籍する知的障害の生徒が授業の一環として学校の長期休暇期間中を除いて週2回委託している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。